本日はインゴルフのトーナメントに出てくれてます谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります。谷田ゆりかです、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとクラブを教えてください。はい、はい、まあ、14本入っていて、ウッド、ドライバーと3番ウッドで、あとユーティリティが4、5、6と3本入っていて、アイアンが6番アイアンからで、ウェッジが3本、50、52、58が入ってます。ドライバーはコブラのドライバーです。はい、スプーンもコブラのを使ってます。すごく、まあ、難しい、サマートは基本的に難しいクラブなんですけど、球が上がりやすくて、あのミスヒットに強いクラブだと思ってます。コブラドライバーとかも飛ぶって、はい、そうですね、すごく打ちやすいです。はい、ウェッジ3本普段練習してから、うん、もう本当あれですか、一晩手ずつ上がっていくんですか。一晩手ずつ上がっていく。あ、練習。そうですね、ウェッジは全部練習して、そこからはたまにもう奇数で打っちゃったり、偶数で打ったりとかはします。じゃあちょっと撮影の関係、今日はアイアンはどれでいきますか。はい、じゃあ好きな8番アイアンで打ちます。はい、なんか、はい、今こんな練習を取り入れてますみたいなものってあるんですか。練習はそんなに特別なことはやっていないんですけど、こうハーフショットなんですけど、こう私の癖はこう試合が続いたりするとやっぱ体が動かなくなってきたり、うんうん、やっぱ緊張する場面が増えて体が動かなくなるので、練習ではこう大げさに体を使ってこう下半身をやっぱりリードして打ちたいので、こう大げさに体を動かしてやるドリルをやっていて、まあ本当基本的にハーフショットから下半身から回るっていうのをよくやります。これぐらいですね。まあ、もう本当100ヤードも行かないぐらいの距離ですけど、うん、ここからの勢いでしっかり下半身を使って打つっていう練習があります。うん、それはやっぱこう連戦とか疲れてると、はい、まあ、いつの間にかこうちょっと飛距離が落ちてきたりとか、はい、やっぱ体が動かなくなりやすくなっちゃうタイプなので、うん、はい、そういう練習はします。ただ単に振るってあれじゃなくて、下半身ってとこいいっすね。本当ですか。そう、なんか、いや、なんか最近飛ばなくなってきたなみたいな感じで思った時に、ちょっと振ってないなって、ただ単に振るっていうだけを多分僕する。はい、あんまり練習行きたくなると距離が落ちるじゃないですか。そうですね。
ただ振るっていう、でも下半身、はい、そうただ振ると振れるんですけど当たんなくなったりやっぱ曲がるんですよね、はい、ほんとただ振ってるだけって感じになっちゃって、はい、まあ、もちろんこう上半身の動きも大事で、まあ、そういうドリルも自分の中でやってるんですけど、うん、まあ、今回は下半身、今回は下半身、あ、でも上半身もあります。まあその時その時ですよね多分、はい、あの、まあ、今は最近なんか言われて思ったのは下半身からみたいな。そうですね、まあ、上半身の場合だとこうやっぱ腕の振りがなくなっちゃうことがあるので、それを意識する時にはこう足をくっつけて腕の振りだけで、ああ、はい、なるほど。結構見た目より難しいんですけど、いや、そうですね、まあ、バランスも、そうですね、それで触れるのさすがっすね。練習してます。おすすめです。これでシンクってまっすぐ打てれば少し多分クラブの形状で少しちょっと泥っぽくはなるんですけど、まあ、しっかり泥をかけて芯を食って打つことができればそれが正しい腕の振り方なのかなと思ってます。タイミング見て、はい、どんどん上がっていっちゃって、じゃあユーティリティに行きますか。ユーティリティ、